伊之助か、せがれよ。なんじゃ、腹でもいっ、せがれ、若様、このま。誰ぞ。ご神、我が名は野上伊之助。どうかそこのあばら屋の私の母が狂ってしまい。お主の鈴を。そうか、母はその上事のように。
目覚めたようじゃな。いいんがよの。なかなかに死にきれぬようじゃ。
Yeah!
you
目をつぶり、鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。何があった？賊どもが巫女様を今は行く。何を教えてくれ。流線猛伝。流線三年。どういう。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは
Yeah.
兄貴、次はこのお堂ですかい？いや、そこはいい。次に行くぞ。剣道、供え物でもあれば十三様に。やめんか。仏様には手出し無用。何度言えば分かるんだ、タコが。怒らないでおくれよ、兄貴。タコでごめんよ。ここを開けやがれ。こそこそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投稿しない。聞こえてんの？
ら。どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。賊どもの中に忍びが、あれは手だ。あ、無理です。どうか。一族どもの、誰ですか。族ではない。あなたは若忍殿。族どもの奴らはすでに若様の脱出もお願いです。忍殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。どうか。承知。お主。ああ、肝心な時におらぬ。いや、もしやお主賊を手引き。さもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく。そうよ、いねえ。なんだ。お前さ、勘が戻ってきたようじゃな。ちっとはしとっておきん。これは忍びの侍には真似でき、うん、まあ戦うす。どうした。よいや、なんだ。あいにくじゃが、あとあとは。その忍び義手、随分と腕に馴染んできたようじゃな。お前さ、これはお前さんの牙でどう噛み殺すか。それがか。要は分かった。まったく分からんものよな。
そこもとか、それがしを使う。また来るがいい、そこもとの。そこもそれが。しからば参る。来るがいい、そこもとの技のため。そこもそれがし、しからば参る。まだ。さらに参る。さらに参るぞ。立ち合いだった。また来るがいい。そこも。
ますな。
Come on!
木陰よ、かわいそうなオラの馬子よ。やつら、バクチクなんて。ひとたびは退けたが、ナイフの軍はあまりに。それゆえ、誘引の力を利用、いかに力を得るとて。痛みも恐れも忘れ、私は人の生き方を歪めたくはないのです。この屍の山を見ろ、もはや尋常の術では。私は何を…あれから待ったと。見ろ、大手門にのろしが上がっておる。行部様か。ああ、まさにあのお方がおれば芦名もまだまだ。行軍正隆なり。大手もこの行部が通さぬ。Thank you.
かなり。大手もこの行部が通さぬ。鬼行部。Thank you.
せてやろう。ほう、ひとたびでは足らぬか。なら、幾たびでも斬るまでのか。行分正高なり大手門、この行部が通さぬ。鬼行分か。行くぞ鬼かげyou
食いよ。さよ、見た子を食い。死者があるところ、どこへ。ネズミがもう一匹、いや、その目、飢えた狼か。切る前に名乗れ。忍びは大概じゃが、その左腕なるほど、石腕の狼か。ならば、せお主をす。お前は何だ。おせ、お主もネズミ狩り。なんだ。このアシナにはネズミ。ネズミもそれを片端。どうやらお主にも一切りの際。どうじゃセキロ、ネズミ狩りを捨てぬか。承知した。よしセキロよ、ならばこれをくれてやる。切ってまいれ。さすれば、生き残ったのかい、鬼の行部様も。けれど何も変わりやしないよ、戦なんてないだろう。だからこそ、さあ、ババが何を語る。あんたの親、そういう、さあ、ババ、そ、
おう、ネズミよ。おう、やはりお主。よし、褒美。これは足な竜肌ネズミ。